重要なのはまず相手の方に向けるっていうことよね。これ自分の方にこう向いてる状態で渡さないっていうのをもうこうテスト一回ひっくり返す。書類の渡し方から、今みんな腕を前に振って歩いてます。腕は後ろに振っていきます。こうするだけで変わるの分かりますか？歩き方まで。これは先月広島マツダで新入社員を対象に行われた研修です。講師を務めるのはイメージコンサルタントってお仕事皆さんご存知ですか？要はイメージをプロデュースするというお仕事をしています。アメリカ発祥のお仕事なんですけれども、大統領選挙が元々です。イメージコンサルタントの伊佐川コスモさんです。コスモさんは県内を中心に企業のイメージアップや社員のセルフプロデュースをお手伝いしています。具体的には顔や骨格、体型などを知った上で自分に何が似合うかを認識し、自己プロデュース能力を高めてもらおうというものです。コスモさん独自のイメージ診断では顔や骨格などのタイプ別に大きく5つのタイプに分けます。タイプによって暖色系が似合うのか寒色系か、また曲線的なシルエットか直線的なシルエットのものが似合うのかなど、似合うファッションをアドバイスします。こちらの新入社員の男性、診断ではエレガント系ジェントルマンとゴージャス系ボスが混在するタイプでした。で今日してきてるネクタイが、はい、向こう向いてドット柄です。ドット柄ってどのタイプに入ると思うんですか？そう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 、このネクタイをどういう風に変えていくかで印象が変わっていきます。で、ジェントルマンとボスだったので少しエレガントにしていきたいと思います。こうするとどうですか？ちょっと似合ってませんか？さっきのドットより随分なんかちょっとこう落ち着いて大人なイメージが強くなったと思いますね。これじゃあちょっと地味すぎる。続いてこちらの女性社員、診断ではエレガント系天女タイプでした。今日はちょっとこう可愛い小花柄を着てらっしゃいますよね。で小花柄にこの、ノーカラーのジャケット羽織ってるので天女にしようと思うと、ここのコントラストをよりなくしていくと、まあ、さらに似合いやすくなるわけです。例えば無地のこういうものにするだけでエレガントさはググッと上がってきます。でこれに、ま、コスモさんのアドバイスに新入社員も納得の様子。今まで気づかなかった自分の特徴を見つめ直すきっかけにもなったようです。それともバッチリより似合いやすくなりますね。やっぱりネクタイ一つでも体の全体の印象が変わるっていうのはやっぱりお客様にとっても私の第一印象を左右する大きなポイントだと思いますので、ためになったというかありがたいなという思いですね。自分に何が似合うのかっていうのをまだ全然知らなかったので、そういった部分が社会人になって第一印象を相手に与える第一印象として大事になってくるんだなっていうことを知ったのが一番印象深かったです。さあスタジオには VTR にも登場されていたイメージコンサルタントの伊佐川コスモさんにお越しいただきました。コスモさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はコスモさんに外見力アップのコツを教えていただきます。ではこちらご覧ください。こちらは簡単なイメージ診断ということですよね。はい、イメージを大きく2つに分けて簡単に自分のタイプが分かるように診断できるプチ診断です。はい、具体的にはどういった項目があるんでしょうか？はい、まずは A か B を選んでもらうようになっています。で A の方、肉感を感じる、 B 骨感を感じるや肩幅、撫で方、広いっていう風に簡単なポイントをチェックしていくだけでタイプが分かります。はい、この A と B どちらが多いかでタイプが分かるということなんですが、どんな結果が分かるかというとこちら、
コスモさん、どんなことが分かりますか？はい、A が多かった方は曲線、暖色が似合いやすいということが分かります。そして B が多かった方は直線、寒色が似合いやすいということが分かります。A と B 同数、もしくはどちらにもなんかはまらないなっていう方は真ん中のところなので、流曲線で中間色が似合いやすいということが分かります。ちなみに木村さんはこうやってご覧になっていて、どっちが多いなって思いますか？私先ほどやらせていただいて、B が多かったです。ということは、直線、寒色が似合いやすいということなんですが、ご自身が持っているお洋服、思い返してみてどうですか？その色はちょっとわからないんですけど、直線のものが多い気がします。じゃあ無意識にもう似合うものを選んでらっしゃったんですね。今日の衣装も寒色系で、ね、寒色系ですね。大変お似合いでございます。はい、さらにですね、まあ、骨格ですとか肉付き、より細かく診断をすると、こちら VTR にもあった5つのタイプに分かれるというわけなんですね。はい、はい、こちらはどういったタイプなんでしょうか？これもね、色で分かれています。暖色系か寒色系、そして先ほど言ったように直線か曲線かというところで分かれています。はい、そして今日はですね、事前に私のどのタイプかという診断、コスモさんにしていただきました。私はどれになりますか？はい、木村さんはクールがメインで、クリアが第二印象でした。ちょっと私結構可愛いものが好きなので、クールっていうイメージがなくて驚いたんですけれども、今日ちょっとですね、普段私が着ているような洋服を着てみました。ただこれもう素人目で見てもコスモさん決してクールではないですよね。キュート寄りかなちょっと思います。そうですね、イメージがありました。そうですね、はい、キュート、まさしく本当にキュート、曲線の印象が強いので、ちょっと可愛い印象ですよね。これが全然似合わないというわけではないんですけれども、今日のこの診断は顔のイメージだけですので、はい、ちょっとやっぱクールなところを意識したコーディネートをご紹介したいと思います。はい、事前にですね、そのクールなコーディネートコスモさんにしていただいて、写真を撮ってきましたのでご覧ください。はい、ポイントはどういったところですか？ポイントはまずやっぱり直線をイメージするというところですよね。こう本当に曲線があんまり感じられない。それともう一つは色を多用しないというところです。なのでこんな風にモノトーンコーデで単色でまとめるととっても似合いやすいと思います。ちょっと着てみて新鮮だったんですけれども、こういうのもちょっと挑戦してみたいなって。モノトーンもね、シュッとしてかっこいい感じがしますね。ありがとうございます。そして今日せっかくの機会ですので、男性代表加藤さんのイメージ診断もコスモさんに事前にしていただきました。はい、さあ加藤さんはどのタイプになりますか？加藤さんはなんと真ん中のエレガントタイプでした。エレガントとはそうですね、まあまあ、タイプですもんね。私自身がエレガントかどうか置いておいて、はい、ではエレガントタイプの加藤さんの普段の私服の写真、今日ちょっと入手しましたのでご覧ください。はい、こちらですね。だいぶアクティブな感じですけれども、ちょっとポーズも気になりますけど、今日はね、衣装の方ですね。はいはい、さあこの服加藤さんにとってはどうですかね？いや、まあやっぱり楽さが一番なんで、うん、本当にサンダルとデニムと白い T シャツというね、うん、特にこだわったところもないんですけどね。本当に普段の着ているというところですかね。コスモさんご覧になってどうですか？似合ってないわけじゃないと思います。これを少しこうエレガントな印象にしようと思うと、質感を変えることをおすすめします。はい、T シャツとかスウェット素材っていうのはやっぱりちょっとカジュアルな印象が強くなるので、少しこう滑らかな質感のものを選ぶといいと思います。ということで加藤さんに似合うコーディネートこちらです。はい、僕で遊んでませんか？コーディネートです。ポイントはものすごく、ね、手作り感満載なんですけれども、はい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 、当てはめてみたということですね。はい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 、ありがとうございます。はい、ポイントはやっぱりですね、流曲線と中間色、あまり、ね、着られることないと思うんですけれども、濁色を着られるととっても似合いやすいと思います。そして今回は私服のコーディネートですけれども、スーツ着ること多いですよね。そうですね、仕事の時はネクタイ選びの時はどういうふうに？はい、ネクタイって本当に V ゾーンってちっちゃな面積なんですけれども、やっぱり第二の顔というふうに言われているように、挨拶をする時にはこちらがね、きちんと相手に向くようにというふうに私たちはこう指導します。はい、その時にこうちっちゃな範囲でネクタイの印象はすごく大きな作用を
持ってます、はい、でこちらに今日ご用意しているのがちょっと可愛いタイプと、エレガントなタイプに分けてみました。分かりやすく言うと形が、ね、はっきりしているもの、うん、そしてよく分からない感じですよね、うん、今回おすすめしたいのは、こういうのが、ね、お似合いになるんじゃないかなというふうに、ちょっとシックな感じ似合うかなと思います。はい、さあ今日いろいろ教えていただきましたけれども、外見力って改めてどうして大事なんでしょうか。はい、外見力ってこうひとまとめで言ってもですね、なかなか難しいんですけれども、要はあの自分の持っているイメージと、立ち振る舞いなどがギャップがあると、ちょっとそこがね印象が、うん、すごく迷うと思うので、統一されることをお勧めします。はい、皆さんもぜひ考えてみてはいかがでしょうか。今日はイメージコンサルタントの伊佐川コスモさんと一緒にお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、週刊トレンドライクでした。